オマーテオドロ・アントニオ・ミナヤ・サンチェスは MLB のゼネラルマネージャー。ドミニカ共和国出身。オマー・ミナヤ・ドミニカ共和国で生まれ、8歳の時に家族でニューヨーク市クイーンズ区に移住。ニューヨークメッツの大ファンとして育ち、ニュータウン高校では野球部で活躍した。1978年にドラフト14巡目でオークランドアスレチックスから指名され入団。 マイナーリーグで3年間プレーするも目が出ず、イタリアのリーグでも2年間プレーした後に現役を引退。1985年にテキサスレンジャーズのスカウトに就任し、サミー・ソーサやファン・ゴンザレスらを発掘。2002年、モントリオール・エクスポズのゼネラルマネージャーに就任。メジャーリーグ史上初のヒスパニック系 GM となった。財政難の中、 2年連続で勝率5割を上回る検討を見せたが、2004年のシーズンを最後に、エクスポーズはワシントン DC へと移転した。エクスポーズ消滅後、ジムディウケット前 GM の公認として、ニューヨークメッツの GM に就任。メッツでは、豊富な資金をもとに、FA やトレードで、ペドロ・マルティニス、カルロス・ベルトラン、ビリー・ワグナー、カルロス・デルガド、ヨハン・サンタナ、 フランシスコ・ロドリゲス、ジェイソン・ベイなどの大物選手を次々と獲得した。2年目の2006年には97勝を挙げて18年ぶりの地区優勝を果たしたが、リーグチャンピオンシップシリーズでセントルイス・カージナルスに3勝4敗で敗れ、ワールドシリーズ進出を逃した。2008年10月にはメッツと新たに4年契約を結んだ。しかし、怪我人の続出などもあり、 2009年と2010年は MLB 屈指の年俸総額ながら勝率5割を下回る苦しいシーズンとなった。2010年10月4日、成績不振を理由に契約を2年残したまま、メッツの GM を解任された。2011年12月2日より、サンディエゴパドレスの上級副社長に就任。2014年6月22日、ジョシュバーンズ GM 解任に伴いもと、 アリゾナダイヤモンドバックス監督の AJ ・ヒンチラと共に代行を務めることになった。ありがとうございます。